日本海軍の主要艦艇を投じた未曽有の大作戦。計画から実行まで秘密裏に進められた。この作戦の最終目標は敵空母を壊滅することだった。日本軍の精鋭部隊がミッドウェー島を攻略。それを知ったアメリカ軍の空母部隊がハワイから駆けつけたところを迎え撃つ計画だった。その現場を目撃した人たちが綴ったエゴドキュメントから戦いの実態に迫る。大橋武夫死刑中佐。戦闘の一部始終を記録することが任務だった大橋は空母赤城に乗り組んでいた。軍艦赤城の艦橋に立って目に映ったままの戦闘の状況を記録したものである。赤城には戦えば必ず勝つという楽観的な空気が満ちていた。艦隊は午後豊後水道を通過した。インド洋でイギリス空母ハーメスをやすやすと撃沈した時のような気分で、またミッドウェーの周辺に群生する伊勢海老の天ぷらを夢見ながら黙々として行進した。6月5日、日本海軍がミッドウェー島を奇襲攻撃。戦いが始まる。これはアメリカ軍が撮影した実際の戦闘の様子。日本は島の燃料タンクや発電所などに損害を与えた。大橋は攻撃隊が伝えてきた戦況を書き留めている。我島を爆撃す、効果甚大。伝聞は簡単であるが、打電する者の愉快さは想像に余りがある。ところがこのあと事態を一変させる報告が入る。偵察に出ている水上偵察機から敵らしき者実績見ゆ。後方に敵空母らしきものあり。ミッドウェー島を奇襲しアメリカの空母をおびき出すつもりでいた日本。しかし実はアメリカの空母部隊はミッドウェー周辺で待ち伏せしていたのだ。作戦を指揮したのはニミッツ大将。真珠湾で奇襲された教訓から敵の情報を正確につかむ重要性を痛感していた。部隊に命じたのは日本軍の暗号を徹底的に解読することだった。限界まで探り続けよ。それに基づいて最善を尽くせ。解読できた暗号の断片をつなぎ合わせると次の攻撃地点が浮かび上がってきた。AF、 日本軍が独自に定めた符号だった。 AF とはどこなのか、複数の意見がある中、結論に至るために我々はあるメッセージを平文で送れと現場の部隊に命じた。ミッドウェー島で真水が不足している。すぐに送れ。傍受した日本軍の通信隊はアメリカの罠だと気づかず、 AF は水不足だと打電してしまった。米軍の諜報班がこれを解読、日本軍の攻撃地点を突き止めた。
AF がミッドウェーであることがここに確認された。作戦を察知されたとは知らずにミッドウェーを目指していた日本海軍。攻撃開始直前、さらに決定的なミスを犯していた。連合艦隊司令部は米軍の通信状況から敵の空母が近くにいるらしいという情報を得た。山本はこの重大な情報を部隊に伝える必要はないかと参謀に尋ねた。私の名前か連合艦隊の名前で南雲部隊に転送した方が良いと思うが。参謀は赤城も情報をつかんでいるだろうから知らせる必要はないと判断。山本も了承する。敵空母の存在を示すこの貴重な情報は生かされることはなかった。その結果、アメリカの空母から奇襲を受けることになったのである。後方に敵空母らしきものあり。想定外の事態。最前線の空母赤城に衝撃が走った。心底ショックを受けた。えらいことになった。敵に待ち伏せされた。全力を挙げてこの敵を叩かなければならない。なんとか反撃に出ようとした赤城の指揮官。この時島を攻撃するため陸用の爆弾をつけさせていた。敵空母発見の報を受け、指揮官は空母を攻撃するために魚雷に付け替えろと命令する。突然の指示に現場は大混乱に陥った。作業を急ぐあまり取り外した爆弾は広大な格納庫のあちこちに無造作に置かれた。まさにこの時、赤城の艦上を米軍の急降下爆撃機が襲った。飛行甲板に命中したのは2発。それが格納庫に大火災を引き起こし、放置された爆弾にも炎が迫った。艦内にはおよそ1700人がいた。爆弾かその破片かは分からぬが何やら命中した。驚いて無意識に部屋を飛び出した。現場にいた大橋中佐は何を見たのか。大橋が克明に記録したエゴドキュメントをもとに最新の映像技術で壮絶な戦場を再現する。見張り員がまた向かってきます、また向かってきますと怒鳴っている。ポツンと黒の一点が急に大きくなるのが目に映った。皆が体をかがめたので自分も反射的に突っ込んだ。火の粉が両国の花火のように円を描いて八方に飛び散り、ムクムクと真っ黒い煙が甲板から立ち上る。火煙は艦橋の下まで回ってどうにもならん。熱い火煙を吸うと針を飲むように喉が痛い。いよいよ俺もダメかなと思った。心の中で家族に別れも告げた。しかし妙に無感傷だった。一人死ぬんだったら耐えきれない寂しさを感じるのであろうが、2000人も道連れがある。
後部で砲弾、飛行機のガソリンタンク、爆弾等が誘爆を始めたらしく、次から次へと爆音が聞こえてきた。兵員が100名くらい避難しておった。血だらけになった兵員もいた。しかしまだ赤城が沈むとはいささかも考えていなかった。魚雷の誘爆であろう、時々ものすごい大爆発を起こす。減速を吹き飛ばして真っ赤な火を両舷から吹く。ひょっとすると沈没するぞという気がした。いつでも海に飛び込めるように軍服のフックを外した。攻撃から逃れようとする赤城を捉えた写真。飛行甲板の下、受信室には10代の通信兵が取り残されていた。土屋良作、三等水兵、15歳。戸塚喜七郎、三等水兵、16歳。海軍通信学校の同期生だった。二人がいた受信室に突然炎とガスが吹き込んだ。暑さに耐えきれずに二人は15メートル下の海に飛び込んだ。土屋が艦を離れようと言うが、泳ぎの不得手な私は躊躇していたら、ハンモックが海上に浮遊しており、それを使い艦を離れようと思い、土屋と話し合いすがりついた。戸塚、早くこっちに来いの呼びかけに見ると、浜育ちで泳ぎの得意な彼は巧みな泳ぎ、後に続こうと水をかき懸命に努めたが、間もなく土屋の姿を見失った。戸塚は3時間半漂流し、味方の船に救助された。そこで対面したのは土屋の亡骸だった。遺品の腕時計は共に海に飛び込んだ午前9時13分で止まっていた。祖母と両親、兄弟に囲まれて育った土屋。故郷熱海の家族のもとには部隊から書き送った手紙が残された。おばあちゃん、その後おかわりございませんか。軍務生活の中、一番嬉しいと思うのは食事の時、床に着く時。家からの便りが一番嬉しく楽しく思います。家の方でも稲刈りをして稲こきでもしていることだろうと思い、目に浮かんできます。また父母の写真を送ってください。アメリカ軍の猛攻撃は息つく間もなく続いた。炎上する日本軍の艦艇を映した映像。爆弾が直撃し航行不能に陥った。船底には爆発で生じたガスと高温の蒸気が吹き込んだ。機械室で船を動かそうとした兵士はハンドルを握りしめたまま息絶えた。死の間際、壁に言葉を残した。最後まで頑張り、戦死す。時まさに10時43分。親よ、不幸を許せ。妻へ、頼む。生き延びた大橋中佐。日本海軍の敗北を目の当たりにした。
まことに目を背けざるを得ない光景である。敵機動艦隊の発見が遅れたのがミッドウェー敗戦の最大原因である。我が艦隊が敵の肉を切っている間に敵は我が骨に切りつけた。攻撃開始から22時間山本五十六は作戦の中止を命令する。敗軍の将となった姿を側近が書き記していた。長官、思いにふけられ憂鬱の風あり。未だ直接相語りて胸中を聞くの息に達せず。この戦いで日本が失ったのは空母4隻、死者3056人。遺骨は船と共に5000メートルの深海に沈んだ。